シバドです。今日は AUX 端子を使って家でのギター練習がもっと楽しくなる方法をお伝えしていきたいと思います。今回使用するのはボスの GT1。 これはですね、 AUX 端子ついているマルチエフェクターだったら何でも OK です。で、アンプはローランドのマイクロキューブと、これも同じく AX 端子ついていればどんなアンプでも大丈夫です。で、 iPad、 これはスマホでも問題ないです。で、ステレオのミニプラグですね。これは Amazon で600円ぐらいですかね。と、イヤホンという感じで、この5つを使って今回はもっと家でギターを楽しく練習するという方法をお伝えしていきます。まず AUX 端子って何ぞやというところなんですけれども、一度はね、目にしたことあると思うんですが、この GT1、 ボスの GT1 は側面にですね、ありますね。インプットの横ですね、 AUX インと。意外とですね、見たことあるけど使ったことがないっていう方がね、いらっしゃるので、ぜひこれを機にですね、使っていただきたいなという感じなんですけれども、こちらマイクロキューブはですね、裏にあります。はい、ご覧の通りですね、大きい穴と小さい穴。さすがローランドですね。家でギター遊びをするには非常に最適なサイズ感と音もしっかりしますしね、さすがローランドマイクロキューブという感じです。そして重要なのがこちらのステレオのミニプラグですね。これをエフェクター、マルチエフェクターやアンプに挿して音を鳴らしていくんですが、まずはマルチエフェクターとイヤホンを使用してやっていきたいと思います。こちらですね、まずこのステレオのミニプラグを AUX インに挿していきます。はい。で、そしてこの反対側をどこに刺すかというと、こちら iPad のイヤホンジャックに刺します。こうすることによって iPad で流した音がこのマルチエフェクターを介してイヤホンで聞くことができるようになります。イヤホンはこの AUX 端子の横ですね、に挿していくという感じになります。もうこれだけで設定完了。設定完了というか、これにあとはギターを挿していくんですけれども、あとは通常通りですね、電源、アダプターを挿します。そしてギターをインプットに挿していくと。これだけでセッティング完了になります。非常に簡単ですよね。もうですね、このイヤホン挿した時点でがっつりギターの音はギャンギャンもう鳴ってます。で、注意していただきたいのがですね、アンプでこのマルチエフェクターを鳴らすときとイヤホンで鳴らすときのボリュームの差が非常にすごいです。イヤホンはね、めっちゃでかいんですよ。なのでボリュームをこの3番のつまみですね、この3のつまみで絞っていきます。はい。で、心地いいところにしていただくという感じで、もうこれでギターの設定終わりですね、完了です。で、何するかというと、 YouTube を立ち上げて、ここにですね、ミザリーオケとかですね、
ロケットダイブ OK みたいなのを入れていただくと、私の動画が出てまいります。これ再生を押して、もうこれでですね、イヤホンから音が流れてます。 iPad の音が流れて、で自分のギターの音も鳴っているような状態になります。すごく簡単ですよね。でこのですね、 iPad で流れているオケをこのオケに合わせて弾いていく。今ジャカジャカですけど、イヤホンではガッツリ音が鳴ってます。非常に気持ちいいですね。もうこれでコラボレーション完成というところで、ぜひぜひ試してください。で続いてマルチエフェクターからアンプに通して音を鳴らしていくというふうな設定になります。まずはですね、 AX 端子をマイクロキューブに挿すんですが、もうこの時点で GT1 には AX 端子刺さってないです。なので反対側を iPad に挿していきます。で GT1 からはアウトから出たのをアンプにつなげます。通常アンプで鳴らすようにしていただいて、 iPad とマイクロキューブをつなげると。そしてさっきと同じように YouTube でポチッと押したら音が鳴ります。でボリュームはですね、アンプでは聞かないです。 iPad の方でボリューム調整してください。でこれに合わせて弾くとコラボレーションの完成ですよ。いかがでしょうか。こういった感じでですね、 AX 端子を使って自分の好きな音楽を流しながらアンプで演奏ができたり、イヤホンができたりするので、まあ、イヤホンの場合はですね、夜中でも全然大丈夫です。を利用して家での練習をもっと楽しくしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録